どうもハイハイジェッツです。早いわ。どうも。どうも。ハイハイジェッツです。いいね。てかめっちゃ久しぶりだね。久しぶりです。元気だった。久しぶりだね。ガリさんの壁はね、俺アイランド TV でちょっと見たよ。いや俺も見たよ。うんうん、見てる。俺自分の部屋の壁がこれで、あとねリビングとかあんま映しづらいとこだから、もうここ一択なんで。なるほどね。うちはうちで一番綺麗な壁のところに移動させられた。へえー、そうよね。あ、ちなみにうちは、うん、昨日おじいちゃんがペンキ塗り直しに来た。かわいい。やば、うん、俺ベッドだよ。あ、ベッド、ベッドってんの今。あ、後ろ田いるよほら。あ、ほんとだ。あ、懐かしい。ベロワダ最悪だ。ベロワ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 がマジでダメね。で、トレーナーだったんですよ。こいつ俺。うわ、やっぱベロワだ最悪。うわ。うわ、可愛いじゃないか。こいつそれてる。みんな環境によってるしようけど、きっとなおこれ家族に丸聞こえですからね、これ。いや、申し訳ないけど、なかなかスイッチは入んないよ。いや、入れてよ。俺の格好見てくれ、今の。何？俺の格好、ひどいから今。チェキ。もうないこのやばいっしょ。グレー、うん、グレー。そう、もう今毎日これなのよ。佐久間髪伸びたね。いや本当だ。どうしようこれ。本当だ。ね、どうすればいいこれ。みたいな。ちょっともっさんも伸びたね。俺伸びたね。あ、そうだよ。すると橋本ちゃんめっちゃ伸びたね。そうだよ。めっちゃ伸びたね。そうだよ。もっさんだって超短かったじゃん。ガリさんのやつ見てみ、ガリさん。なんて書いてあるのそれ。スリープスリープスリープ。めっちゃ眠いじゃん。俺これね、見てみて、これほら可動式なんで俺のだよこれ。へぇ、ほんとにゴロゴロしてる。ヨウとかすげえどうでもいいわそれ。あはは、てかさ、やばくないこの感じ。全然、俺どうやって喋ってたっけなみたいな。今だって俺らの方が面白くない。ちょっと熱くなってきた。冷房入れよう。さよなら。そう、嘘でしょ。わ、すっげえなんか。ガリさん、椅子やばくね。椅子やべえ。どっかの王様なの。貴族みたいな椅子やん。面白いね。え、かけるすごかったよ、二人の。かける見た、見た、見た、見た。ありがとう、ありがとう。嬉しい、嬉しい。俺らもみんなと知ったタイミング一緒だから。アイランド TV 見てたら出てきたわ。なんで誘わなかったの。なんかサプライズ感あったよ。なんで誘わなかったの。次なんか考えよう、そういうの。次なんか考えよう。いいよ。次は、情熱ジャンボリーやる。無理でしょ。情熱ジャンプ、ね、そういうやつだよね。アコースティックバージョン作ろうぜ。アコースティック。いや俺さ、撮りたいやつがあって、あのなんだっけ、よくさ口だけでさ、うん、曲やるみたいなあんじゃん。ああ、そうそう、あれみんなでやりたいなと思ってて。ピトゥピトゥピトゥ。え、そう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 。ボイパン。そうそうそう。それそれ。いやあれさ、難しいよあれ。確かにね。あれでも俺たちできない。ゴスペラーズさんとかがやるやつじゃん、そんな。そう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 。あそこまでやっぱり極めないと、やっぱ結構あんまり綺麗じゃないと思うな。え、じゃあまず今ハモれるかやってみる、とりあえず一回。今やんの。今やんの。ピーピッピピー。はいはい。ドゥンドゥンドゥン。はいはい。ジェッツ。はいはい。はい。はーい、チェッツが。いや、地獄地獄。なんか久しぶりだね、なんかこの感じ。うん。ね、そうだね。橋本ちゃんの T シャツもおしゃれだよね。これ T シャツじゃない、タンクトップだよ。そういうこと。橋本ちゃんやばいな。え、待って、橋本ちゃん鍛えてる今。いや、ちょっとね、肩幅ゴツイ。どうだろう、ゴリゴリじゃない。めちゃくちゃゴリゴリだよね。あ、でも結構ね、鍛えてるかも。笑っちゃうんだけど、ゴリゴリや。すごっ。うわやばいよね。おっさんの筋肉つながりさ、これまたごめんね、またアイランド TV になっちゃうんだけどさ、僕たち5人で撮ったじゃないですか。はいはいはい。バナナナナナね。バナナそうな。あ、バナナナ撮ったじゃないですか。一人だけ全然テイスト近くなかった。いや、そう、違う。いや、それマジでやばい。あれひどい。違う違う違う。あれちょっと YouTube にとりあえず、あのちょっとさらっとでいいから流してほしい、あれを。ミラクルパープルのモーニングルーティーンをお届けします。どのぐらいのテンションか分からなかったの、みんなが。そうね、それは分かる。これでやりすぎて、こいつめっちゃやってんじゃんって思われるのがちょっと嫌だったから、そのみんなのメールでさ、俺こういう感じだよみたいな見た時に、やっぱ俺は絶句したわけよ。俺だけテイストが違うと。帰ってきたんで着替えました。
そのみずきが編集してくれるときにオッケーって言ったから、うん、おいけると思って。プロテインうまい。みんなどうやって過ごしてんの？俺あれ、花札を覚えた。お、本当？やろうやろう、俺できるよ。花札面白いよね。面白いよね。なんか急にお母さんが花札やろうよって言い出して覚えた。まあそしたらね、はいはいはい、今ちょっと、ね、どういう風に過ごしてんのかっていうのをちょっと聞いてみたんですけど、一日のスケジュールをあの円グラフで、うん、ちょっとそれぞれ表してみましょうか。あ、なるほど。一日どんな感じで過ごしてるのかなっていうの。どうしようかな。じゃあ一番何もしなかった日のやつ書きます。あ、じゃあある日の一日は俺は繰り出すわ。ちょっと繰り出す。オッケー、できた。ちょっと待って、ごめん、ちょっとかかるわ、ごめん。オッケー、じゃあ一斉にオープンしましょう。せーの。ちょっと待ってっすよ。待ってっすよ、早いんだよ。さっきからもっと出したじゃねえか。一人ずつオープンしていきます、そしたら。オッケー。じゃあさきちゃん準備して、さきちゃんからいきましょうか。デレレレレレン。おぉ、おぉ、おぉ、うん、12時間寝てる、毎日。日付変わるときに寝て、で、次の昼に起きて。でそっからはなんかドラマ見たりとか、その日したいなって思ったことをやる時間で、夜飯食ってゲームして、また同じサイクル。ではそこ何するの、フリータイム？小さい家を作るなんか DIY キットみたいなのがあるの。何それ？プラモデルとはまた違うの？あ、なんかそんな感じ。クッションのこんなちっちゃいやつを綿詰めて縫ったりとか。なんか完成したのないの？あ、今下にあるよ、いっぱい。いっぱい？どういうこと？パーツがいっぱい。何個作ってんの？取ってこようか、一瞬で。いいよ。おうち時間だとこういうことができるんだ。家感すごいね。この音が家感。戻ってきたよ。来た？来た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 。例えばこれ。え、ちっちゃ！ちょっと、あー、なるほどね。これ、椅子。あー、椅子。ワイヤーみたいのを切って曲げて、で、糊でくっつけてんの。おぉ。え、それ座れる？俺は座れないけどね、もちろん。ちゃんと強度はあるよ、うん、こういう椅子もあるよ。あ、それは座れる。それはいけるこれはいける。ガリさん、これいけるね、ガリさん。これいけるね。これはいける。こういう椅子もあるよ、うん、あー、そっちもいける。そっちもいける。やばそうだな。そっちもいける。やばい、マジぶっ壊れ、ぶっ壊れ、マジぶっ壊れっから。予備がないのよ、これの多発が。もうまたこれ買わなきゃいけないから、これ細かい作業だよね、でも。そう、ずっとちまちまやってます、これ。続いていきましょうか。いきます。せーの、バン。おお、いや、めっちゃ寝るやん。このドラマ見るだから何時間寝てんの？いやでも分かってほしいのは、この前の日に、うん、俺は24時間寝てないのよ。なんだその徹夜したの？なんで寝てないの？そうで、生活習慣を直そうと思って、そう、24時間無理やり起きて、で12時に寝たらいいんじゃないかと思ったら、やっぱ、ね、睡眠足りてなかったみたいで、あの5時ぐらいまで寝ちゃったのよね。これ次の日また生活リズム戻んなかったでしょ、結局。戻んない、だ結局3時とかまで寝るの、いつも。でしょ。ダメじゃん。今書いたんだけどさ。いいよ。うん。やろう。あー、え、短い。え、睡眠全然しないじゃん。え、いつ寝てんの？どこ睡眠？めっちゃショートスリーパーや。え、ほんとだ。やっぱもう6時から9時ぐらい、7時とか9時とか、6時とか9時ぐらい。そうですね、すごいね。よくそんなんで起きれんね。体力が有り余ってんの。まあ、なるほどな。でもそれは確かにわかるかもしれない。疲れないから、うん、なかなか寝つけないよね。そうそう、寝れなくて、なんない。俺も水君みたいに生活リズム戻さなきゃと思って、はいはい、5時になりかけてたんですよ。どういう意味？どういう意味？生活リズム直そうと思って、なんで自暴自棄になっちゃうの？そう、なんで、なんで起きれないんだ俺はみたいな。あ、なるほどね、自分を見失っちゃうね。そうそうそう、なんで起きれないんだ俺はみたいな、なんで寝れないんだ12時過ぎてんのにみたいな。でもね、午後まで寝たくないじゃん、あんまり。なんか午後まで寝てるとさ、ちょっとなんかやっちゃった感あるじゃん。あ、わかる。ちょっと変な気持ちになるよね。確かに確かに、うん、そう、だから3時間ぐらいでいいかなと思って。うん、うん、俺さ、体動かさないからさ、お腹変なくない？俺今さ、全然飯食わないんだけど。だから、あ、俺も入んない。いつも通り入んないわ。俺ブルブル太ってる。スリーパー。まあでも太んのはしょうがないよね、今の期間みんな。いや、もうさ、変ない。俺筋肉やもん、もうもうさ、全部食った分全部解散してる。まあまあ待てて、俺のやつまだ公開してないから、まだ。あ、そうだそうだ。まあ待てて。ガチモッチャ飲みますか。ガチモッチャやばい。ガチモッチャやばい。せーの、ドン。はい。
ゲーム、おねんね。これちなみにおねんねっていうのは何なんですか？そう、俺もこれこれ寝てます。おねんねって何？おねんねの方ちょっともうちょい詳しく聞いていこうかな。朝の俺ほんと最近マジゲームしかしてなくてさ、夜10時ぐらいから4時ぐらいまでずっとゲームしてる。小説生。はい。で朝寝っていうのかな。なるほど。夜でもないと。あ、なるほどね。4時から12時まで寝ることがおねんねっていうのかな。そう、俺の中でおねんねなのそれ。おねんねっていうんだそれ。赤ちゃん。4時から12時まで寝ることがおねんねっていうの。そう、俺の中で。なるほどね。やっと腑に落ちたら。そう。でお昼ご飯まあ、作って食べて、まあ、筋トレして。筋トレ何時間してんの？筋トレ。長くね？2時間ぐらいの。もう嘘でしょ。めっちゃ。マジ？あ、一回昼寝するんだ俺ここで。それ何時ですか？昼寝なんだ。昼じゃなくね？何？めちゃめちゃじゃん。いや、それこそおねんねだよ。それがおねんねだよ。違う。で、まあ、夕食食べて。夕食作るんだ。作ってる最近は。へえ。ご飯も今すごいこだわってて、カリフラワーとかさ、そういうのにしたりとか。なるほど。カリフラワー食っても低糖質のものとか結構考えて自分でやってる。すげえな、すごいね。だいつか俺の あのガチモッチャン企画やるからさ。ガチモッチャン認めた。いや、じゃああの筋肉の時ガチモッチャンだよ。なるほどね。マジ、え、マジ逃がさないからね、世に逃がさないからマジで。いやいや、俺は見とく。俺監督とかジムのあれがいい感じです、僕は。なるほどね。はい、はい、じゃあ次、最後、ガリさんかな。そんな普通ですよ、俺も。ドン。スリ、あ、来たよ。来たよ、スリ。スリープ野郎来たよ。スリ、スリ、全部書いてある。俺も佐久間と一緒に12時間ぐらい。はい、12時間ね。で、ここはなんかフリータイムみたいな感じだから、佐久間とあんま変わんないかもしれない。フリータイム。それこそ、あの花札とかもこの時間にやってる。で、これが夕食。結構早い。6時半ぐらいにご飯食べる、こっち。はい、で、その後の1時間半、2時間ぐらいは映画を見る。で、残りの時間が作業、そうそう音楽作ったりとかして。普通だよ。まあだから、もうちょい、あれ、上級者になるのこういう感じにもなるんだけど。ちゃんと、いや、それはね、稀にこういう日も。なるほどね。ちゃんと寝てる。睡眠1時間よ、1時間。みんなやっぱ意外とそれぞれですね。まあそれぞれだね。そうだね。でもさ、しょっちゃんの筋トレがマジで面白いだって。脱いだ時がもうガッチガチだったよ。そうそうそう、やばかったよね。じゃあなんかさ、なんていうの、やっぱこの期間にさ、ブクブクに太りたくなくてさ、どうしても。すいませんでした。はい、ということで皆さん、なんか今後リモートでなんかやりたいこととかってあったりします？俺でもね、もう一個やりたいやつあるんだよね。お休み動画一回やったじゃん。あ、めっちゃ前ね。昔話で昔付けな。そうそうそう。2年前。すごい前だ。もう2本目とかね。3本目の動画。3本目とか。あれ、昔話か。それいいかも、意外と。懐かしいね。あの時、佐久間が全然昔話知らなかったんだよね。そう、なんかひどかったんだよ。こんな余裕な気持ちでいる赤ずきんちゃんを食ってしまいました。意外と今までやったやつをさ、そうやってやるのもありかもしれないよね、リモートで。そうね、リモートバージョンでね。俺らいろいろやってんね、こうやって見るとすごいいろいろやってるわ。いや、100何本もう100何本目。あ、嘘、100本やってる。そんなことわざ挑戦動画とかさ、うん、ほんとあったな。企画は一番最初で、一番最初でしょ。あの、目薬のやつでしょ。そうそうそう。なんかもっと頑張る気がするな、あれね。本当に。もうちょい面白くできる。もうちょい面白くなる気がする。反省会だよね、もうこれ。過去反省会になってるから今。あ、高尾さん、高尾さん。動画的にはこれ2本に分かれててさ、最初だけさ、コンサート昨日までやったのにみたいなさ、今日じゃなくてよくないみたいな。くだりやってたけど、あれ頂上登るまでずっとやってたっていう。で、それずっとやってた。この間、その密着していただいたライブがちょうど昨日、無事終わりまして。自然な高尾さんが本気で好きだ。いよいよ来る。やば、頑張りよく来てるみたいなんだけど。そうもうそろそろこれも撮れたから十分じゃないですか。これもやば。高評価、ツイッターチャンネル登録よろしく。めちゃくちゃなんか飲み物がうまそう。買いまそうって。うまそう。団子食ったじゃん。うん、団子食って1本で行こうとしてたじゃん俺ら。絶対無理だ
たのに進んだ団子食べてるとこで1本そうだしようとしたんだよねそれ一回そうそうそうさあいやじゃあどう高尾さん来てみてどうだったやっぱ景色がいい皆さんもぜひ来てみてくださいそれではまた来週バイバイ今日さ高尾さんからでした高尾さんからでしたバイバイ団子を食べるからまだですまだです何ができるんだろうなんかありますかね何ができるんだろうねまあそれか本当にクソクオリティに低いさっきのあの5人であの歌うやつやるかボンボンボン、うん、YouTube クオリティになるからドゥン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 ピー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 ボンボンえじゃあまず今ハモれるかやってみるとりあえず今やんのはいはいイエスイエーイいろいろね、考えていけたらいいよね確かねそうね、うん、そうだね、なんかそういうのこうやってリモートでやると相手を見てなんか普段以上に顔見てなんか喋ってる感じがする確かにいや、かも、対面してる感じだわ確かにね今日はこうやってね、あのリモートを使ってこのまあ、今後どうしていくかとかそういう話をしてきましたけど皆さんに、こういう形でちょっとずつあのお届けしていければなと思ってますのでぜひ、よろしくお願いしますということで、以上ハイハイジェッツでした。ありがとうございました。